ねむろフットパスねむろフットパスの全体略図ねむろフットパスは北海道ねむろ市にある厚い床、初当時、別当がの各地域をつなぐフットパスである。総延長約 42.5km。厳密には厚い床パス、初当時パス、別当がパスの3コースから構成される。5人の落農家で組織された AB モーボットにより2003年から構築、厚い床、パス、 富岡牧場のチクタクキャンプ場、伊藤牧場の落農喫茶などを通るフットパス。総延長約1 0 5キロメートル。全体的に起伏の少ない地形である。旧種別線跡、植民軌道跡などの歴史的価値のあるものも存在する。厚床の語源は、アイヌ語で、ア、とことオペ、二例の木星へいずる書の意。2009年10月。 社団法人北海道観光振興機構による観光ガイドブックゆとりツーリズム北海道に掲載された。初当時パス村島牧場、小笠原牧場の農産加工体験施設などを通るフットパス。総延長約1 3 5トル。単調鶴が観察できるスポットや、知床、くなしりが見渡せるエリアがある。初当時の語源はアイヌ語で張った牛。 不動を取るところの意と、ハッタルうシい水が深くよどんでいるところの意の二節がある。別オがパスおイババ、ババ牧場を通るフットパス。総延長約1 8 5キロメートル。海岸沿いの牧草地を中心として作られている。夏でも冷涼な気候のため、平地であるにもかかわらず、高原植物が存在する。別当がの語源は、アイヌ語でペット化、サセの意。厚床。 初当時、別当画の新たな魅力の際、NHK ニュースをはよう北海道2005年8月19日生中継により放送。フットパス付近には以下の動植物が生息している。オジロマシ、エゾシカ、タンチョウ、ツル、牛、ウマ、羊など。花、北見フクジュソウ、ヒメイチゲ、マイズルソウ、エンコウソウ、エゾエンゴサク、ギョウジャニンニク、バイケイソウ。 ほざきしもつけ、水場ば黒ょう、ゆり、えぞねのメソ耳みみこおもり、えぞカラマツ、えぞの刺繍道、うどう、えぞふうろ、やまはちしまあざみ、鶴るきじむしろ、はまなす、やまぶきしょうま、えぞクサイチゴ、つりがねにんじん、しこたンきんぽうげ、くさふうともえそう、ひめいえぞやまはぎ、すずらん、えぞりんどう、おのえん草など、樹木、水もく、みなら、かもどき、 竹乾杯、白樺、カマドなど。幾家植物、西洋丹波っぽ、フランス菊、春崎山ガらし、アメリカオニアザミ、大アワダチ立草、ヘラワヒメ常温、アラゲハンゴン草など。牧草として持ち込まれた植物、白爪草、赤爪草、紫馬小屋シ、西洋の小切草など。AB モーボットが、落農家同士のつながりを深める。 落農家と他の視点を持った人々の情報の共有、スローな視点から見る、新たな発見、落農地の新たな価値の創造の4つを目的とした。ありがとうございます。